しないようにっていうふうにしてほしいんですよ。だからもし可能であれば、それか今抜けるのであればシム抜いてもらってもいいですか？抜けます？絶対いじらせないようにしてもらっていいですか？ライブとの通信を遮断して、どうしたの？今ね。つけてる？どうしたの？どうしたの？どうしたの？ワドに虚言吐かれたの？どうしたの？寝耳にミミズでよくわかんないんだけど、ちょっと途中から電話、シムがどうのこうのって証拠としてね、台本って言われたら嫌だから、どうしたの？意味が分かんないんだけど、ワドが2日前に会ったとか言ってたの？会ってるわけないじゃないですか。メガネがどうのこうのって、メガネ佐藤さんに預けたんですよ。それを会ったっつってんの？言われちゃったの？ツイキャスで。うん、でなんか結婚するみたいな、修二郎の散歩もしたとか言ってんの？修二郎そうなの？なんだ修二郎、ワド来たか？ここに2日前は何してたっけ？寝てましたよ。嘘つき、嘘を言ってる、今も言ってる。ネコマがワドに未練タラタラだけ？タラタラじゃないよ、もうやだよ、もう無理だ、本当に無理。ネコマなんか好きじゃないとか言ってたよ、さっき金だからって言ってる。何が？どういうこと？ネコマなんか好きじゃない、金だからって言ってるらしい、ワドが。もう意味わかんないんですけど、頭がおかしくなりそう。うん、役所の件どうなってんの？明日朝一行くね。今日ね。猫まちゃんに死にたいまで言わせた？
キャスもう今やってないでしょ。今本当にキモい。キャスやってないと思う、うん、本当にキモい。やだ、本当に嫌いな。携帯も止めてると思うよ。だから携帯私が契約してないんだって。うん、何度言ったらわかんだよ。携帯契約するわけないでしょうが。本当に何トレチャンピンの子に板場に殴られたって。本当、ああ4発殴られたしさ、名前出さない方がいい。住所不定無職にして追い出せ。空気読め。ワードエア電話中。俺が邪魔してる。何？いや、あいつ殺したいっす。いや、それはダメだよ。あー、死にたい。本当に。もうやだ。頭おかしくないですか？ここまで執着するの。うん、マジで。うん。普通にキモいんすけど。うん。頭おかしくなりそう、マジで。大丈夫か？ちょっと無理。大丈夫か？え？大丈夫か？夜中に何だと思って、ね、泣いてるから。ステージが疲れてるかって遠慮してた。かなり遠慮してる。なんでコメントしたの、ま、あの猫ママバドのツイキャスに。なんでコメントした。潜ってたの？潜ってました。ちょっと前に、うん。リスナーさんから DM が来て、うん。なんか、キャスの方で、うん。なんかいろいろ言ってるよみたいな。ああ、リスナーさんから、後で、いろいろ言ってるよって言われて、潜ってたなんて。それでコメントしたなんて。びっくりした。ワドさんと会ってないのね。
婚しようって言ってた。怖くて泣いてた。怖くて泣いてたの。なんで泣いてた。怖くて泣きますよ。怖いでしょ。あ、怖くて。頭おかしいでしょ。どう考えても。ねこまちゃん、俺のバッグ知らん。俺車置いてきたかな。あるじゃん。ある。あそこにあるのこれ。携帯探してた自分で。俺これメインの携帯でさ、あのプライベート携帯でさ。なくて俺自分これで配信したら慌てて証拠と思って